はい、では一部最後の曲、風神雷神参りましょう。はい、神仏ですけど、だいぶユーモラスに歌う歌があってね、集めてちょっと紹介しました。ありがとうございます。こんな感じでね、小歌もいろんな歌がありましてね、今日は気楽な歌もありましたし、また古典的な歌もあるし、いろんな歌があります。これからもぜひね、小歌とか三味線の音楽興味持っていただいて、